ろしくお願いします。やばっ、ございます。いや、あれはわざと車に乗せるんじゃない。おはよう。おはようございます。あと歩行者の車乗っていくの。あ、森本、とりあえず個人個人基礎練習してみて、一人でって距離離してこんなに読みながらやるって言って、いいよ。ごめん、今自分に暗示かけてるんだ。私は痩せています。あ、どうぞ、はい、今自分に暗示かけてるから。今遅くなりましたね。私、探してました。あ、どうですか。ありがとうございます。3つです。すいません、練習場所なんですけど、ホールの中の客席使ってもいいし、まあ、さっきロビー使ってもいいし、楽屋1234の小町先生がいない部屋を使ってもいいし、あのロビーの2階も使っていいし、とりあえずどこ使ってもいいので分散して練習してください。はい、はい、クソみたいな映像使ってない、大丈夫。ちょっと下見にしただけで吹きやすくなる。うん、あ、もう一回トライするね。え、田中さんこっちで吹けばいいじゃん。こっちの部屋使っていいよ。はい、うん、贅沢。結構これぐらい、これぐらい十分。今日さ、その1番から4番結構特回引っかい吹けるか、はい、多分めっちゃ薄くなるで、いきなり。今日時刻練習だから、今日半分ぐらいの子が失神するぐらいにするから。クソやな、ね、うん、こっちの方が全然響く。だからこれ結構 3枚特回引っかいとか吹ける。明日もう一回聞かせて、はい、ちょっと下げて吹けば吹けるから。はい、虚偽をする。お、ちょっと生かすじゃない。なんつい、ああ、迷うとこですな兄さん。弁当もあるし。くっ、やってらんないんだよこの野郎。
千葉県のホールなんですけど、今のステージとほぼ大きさが変わらないので、ほぼ一緒、ほぼ一緒だから確実に今日自分の位置とか分かるようにしてください。OK。位置関係がおかしくなっちゃうともう点数変わっちゃうから本気でいい。少ない時間ですけども、曲やって本番で使おうって感じでいこうと思います。
します。よろしいですか。疲れてる。体力的に早めに帰りましょう。はい。
ゴミです、多分。あ、ゴミですか。はい、ゴミです。せーの、ゴミ。サンドイッチです。貧弱、貧弱なランチだ。
Yeah.
やっいいよ。前なんかいろいろやってもらったから思ってあげる。闇を這うデブ。挨拶ちゃんとするのよ。挨拶ちゃんとするのよ。挨拶ちゃんとするのよ。
急いで、めちゃくちゃ急いで、いつもの時間から急いで、時間がない。はい、半分に先下ろしな。半分に終わりました、多分。はい、じゃあ、半分の糸を。移動しましょう。移動。はい、どうぞ。で、あとは、長きバカさんを食べる人は下げて。本番は緊張して息吸えなくなります。みんな田舎っぺなので、一つだけ
約束してください。失敗してもいいから、やること全部やってください。ビャーって書いてもいいから、ビャーって書いてもいいから、パッてやってください。やってきたこと、OK。で、息しっかりして。はい。うん、144。いくよ。144。いくよ。あと棒見ること。はい、いくよ。3、2、4、ドン。なんかいいの買いました？ダイソー行きました。ダイソー買わなきゃいけないんですか？お疲れ様でした。はい、福ちゃんまで飛んだ時の続き撮りたいんで飛んでいいですか？はい、押しました。録画始まってます。飛んで千葉あ、くつろいでたらあと10分って言われて上着も着ずに慌ててきたと。はい、風邪ひかないでくださいね。はい、大丈夫です。動くといいですよ。いいです、本当にいいです。ありがとうございます。すいません、いいよ。川先生が言ってほしいじゃ、感謝の言葉。感謝の言葉、ありがとうございます。そこにいるんだけど。はい、語る、はい、はい、あ、じゃあ皆さん、こんばんは。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日、小松先生、実はほとんど終わった後聞いたんですけど、まあ、やっぱりまだまだね、レベルの差はかなり大人と子供ぐらい差があります。で、今回の、コンクールの結果なんですけど、これで、終わりじゃないです。これからです。今の高校1年生は必ず卒業するまでにもう一回行ってください。一回と言わず二回行ってください。はい、高校2年生は来年行ってください。もう一回挑戦してください。はい、今回の、コンクールの成績は、あの、みんなが目標としていた銀賞が取れました。今日の演奏で満足できた人はどれくらいおりますか？今日の演奏やばかったなと思う人。はい、駒先生、今日の演奏やばいなと思いました。振ってて下手だなこいつらって。本当に私はここのバンドを教えているんだろうか。錯覚に、とらわれまして、本当に滑り込みです。滑り込みで銀賞が取れてるような状況で、ただ20 10点10点満点で
一番最低点が君たちは7点です。他は全部7、8、9のどれかがついてます。だから、君たちの演奏は田舎っぺいだけど下手ではないっていうのが、まあ、事実ではあるんだと思います。下手ですよ私が聞いたら下手でしか思いませんが、さっきいろんな学校の先生に京都教育すごいですねって言われました。ほとんど1年生なんですよね。ありえないって言ってました。私は別に何とも思いませんが、はい、でかなり今いろんな人がみんなのことを注目してくれているので、これからね、もっといい演奏ができるように今の高校1年生は必ずこのコンクールで金賞を取りましょう。はいはい、はい、そんなに難しくないと思います。はい、そんなに難しいことではないと思いますのでよろしくお願いします。で、今回初出場で銀を取ってしまったので君たちは多分名前がもっと売れますこれから。だからいろんな自覚を持ってください。ブランドです。ブランド競泳ブランドができつつあります。審査員の時でも一人ね、びっくりしたって言ってました。まあ一人知ってる人がいたんですけど、あれ高校1年生ばっかみたいな、はぁ、あ、って言ってました。はい、だから知らない人が聞くとそんなもんです。はい、君たちの演奏はただ上手いと思ったことはないですはい、全国レベルに早くなってください。はいはいはい、はい、小松先生がここに来た時1年半前日本中の人にバカにされました。小松は終わったとか、なんか小松は自分で左遷方面行ったとかいろんなこと言われましたけど、僕は今日の結果を見て自分の決断は正しかったと確信しました。全国大会に、このバンドは行けます。何回でも行けます。で、もっと金の中でも上位の方を狙います。このバンドは頑張ってください。僕は皆さんの可能性を信じてます。はい、才能はありませんが、はい、努力で伸ばしてやってください。はい、じゃあ、今日はどうもありがとうございました。また頑張ってくださいね。お疲れ様でした。めっちゃやった。私がリードミスしたよね。いやあ。もう誰か。いや。お疲れ様でした。よくやりました。死ぬかと思いました。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやもうせーいや本当にホッとしました。はい、ありがとうございました。いいですねやっぱりセリガ学は。いや、あ、銀賞でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったです。本当によかったです。おめでとうございます。あ、コミス一言お願いします。コミス銀取れてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。何か一言。いや、頑張った結果が報われると思います。はい、まぶしいです、めっちゃ。ごめんね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、ジャンプして。あ、そうですね。ありました。もう、やっぱり、持ってるんで。イエーイ。来た。あ、ごめんなさい。穴開きましたね。俺の手も穴開いたかもしれない。お豆腐メンタルかな。お豆腐メンタルなんとかなったな。お豆腐メンタル。お豆腐メンタル。どれどれ。お豆腐メンタルです。え、つながるんだよ。普通の音量切ったじゃない。切ってないよ。ほら、マックスやもん。おきに。もしもし。まずはよくやりました。うん、よく頑張った。のことみんなね京都の人だと思ってるからね。京都の人だと思ってるからね。感じになってましたので、まあまた力、もう今日のこと忘れましょう。また頑張ってください。とりあえずまずは北近畿の小さい子に夢を与えてください。いいですね。君たちが吹いてるところを見て、あ、京へ行きたい、あの指揮者デブだけどって思わせてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ片島ちゃん、ありがとうございました。お疲れ様。肘に力が入ってる。なんかなお姉ちゃんにかけても電話出てくれへんってひどいやろ。
つぶちゃうのはず聞こえとる私らな銀賞やったイエーイマジおはようございます。電車がずっとガーってなんかめっちゃ車両あるじゃないですか、うん、それでもうめっちゃびっくりしました。福ちゃんも全然あんまり見てなかったそうだね。帰るよ。お疲れ様。お疲れ様です。もう解散ですか？初めて。のことが多かったです。初めて自分の目で富士山見れたり、初めて新幹線乗ったり、初めてスクランブル交差点渡ったりして嬉しかったです。初めて渋谷にも行きました。感動的な話やな。なかなか初めて東京も乗りました。どうやった？心地よいかったです。早かったです。早いわな。何が一番面白かった？自分的に面白いっていうか、刺激になった。街並みがめっちゃ都会だったと思う。ああ、東京。全体的に。自分見てて嬉しかった。夢見てたんで。軽く夢見て。